せせせせせせつけいやーせつけいすけよアリスの精神裁判今回どうなるんだろうな。3回目の精神裁判終わってさ、なんか前回のパートの終盤さ、犯人誰でもよくねえってぐらいさ、犯人誰だみたいなことを言うやつがおらんのかったんやけどさ、今回どうなる。間違えたー、これじゃない、スタートじゃない、最初からじゃない間違えた、違う誰だ、戻るのこれ。あー、だよかった。いやー、先生、最初からやらんでいいんじゃ。それは最初からでもやる。挨拶は最初からやらんでいいんだ。こっち、章の選択。あと2章やけんな、みんな。来週最終回になるよ、みんな。第8章アリスの記憶。8章か、これ。8章じゃ。8章やな、これ。一応聞いとくけど、これ8章って書いとるよな。あれ8章かこれ。8章よな。8章よね。8章だよ。8章じゃないの ?8 章だよ。アリスの記憶やって。もうすごい、来たぞ。もうクライマックスやぞ。真相に迫るぞ、お前。アリスちゃんの記憶。ところで、妹先生やハートの城というのは、生徒の間のあだ名かな？あ、これ妹先生のセリフじゃ。石本先生。赤井さん、誰だってこれ誰のセリフこれ。あ、これ、あれか。怒り帽子屋か。ねえ、チェシャ猫。今のってどういうこと？妹先生は妹先生ではなかったのだろうか。治ったのは先生自身だ。でも、あれ？あれれ、おかしいぞ。チェシャ猫に問いかけると、困った顔をしてノートにこう書いた。私には説明できない。それは説明できないぐらい理解できないのか、それとも自分からは説明したくないっていう意味なのか、どっちなんだろう。そう、チェシャ猫は自分から語らない。聞いても曖昧にはぐらかされて、欲しい答えが返ってこない時がある。うん、知っとんやな。もしかして知っとんやな、この状況のこと。チェシャニコ、はぐらかさないで、本当のことを聞かせて。略して HHK。これ前にも言ったな、なんか。私はチェシャニコを頼っているけれど、チェシャニコはそうではない。いつかちゃんと説明してもらえるのだろうか。チェシャニコの信頼を得て、チェシャニコを理解することができるだろうか。なんか深いことを言ってる。わかるけど、その答えは自分で見つけろ。あ、そういうことか。ああ、自分で見つけんかったら意味がないってことなんやな。私が考えていると、チェシャ猫はまたノートを掲げて見せた。さっきの裁判、すごかった。何が？それってなんだ？あんなに設計さんが適当に証拠出すとは思わなかったって意味か。悪かったよ。悪かったよ。全然、証拠のおさらいとかしてなかったんだよ。悪かったよ。ありがとう。チェシャ猫が手伝ってくれたおかげだよ。あと攻略サイトのおかげだよ。チェシャ猫は頭を振る。そんなことない。私はただ一緒にいただけ。それがどれだけ心強いかわからないんだろうな。ありよ。アリスのおかげで事件を解決した。まあそうなんやけど、アリスちゃん誇っていいよ。事件解決、そうなのかな？そうだ！アリスちゃんは気づいた！アリスちゃんは気づいたぞ！真犯人まだ見つけてないって気づいたぞ！なんかみんな全然真犯人は誰だみたいなこと言わんかったけどさ、気づいたぞ！北条の指紋も謎も、スペアキーの謎も、ハートの女王様の行動の謎も、すべてが白ウサギの自殺につながった。え？そんなこと言った？じゃあ自殺だ！判決、自殺ですみたいなこと言わんかったやん、みんな。もうなんか自殺だってみんなが認識したような感じになってる。いやさ、そりゃさ、証拠的にさ、俺だって自殺やって、なんとなく分かってきとるよ。でもさ、カンカン、判決、自殺ですみたいなこと言わんかったやん。何みんなの共通の話題でさ、暗黙の了解みたいな感じになったの。ずるいよ、お前ら。事件は矛盾なく説明することができる。白ウサギは自殺でも、自殺でもう間違いないだろう。しかし、
しかし、どうして白ウサギはいじめを望んで、それして自殺してしまったんだろう。ああ。いやさ、自殺って言うけどさ、実はさ、マゾで、オナニー的なことをさ、ちょっと厳しめのオナニーしてしまったよ。厳しめのオナニーをしてしまったからに、ちょっと、やりすぎて自殺したとか、そういう話じゃないの。あ、ちょっと待って。ティシャネコ、そんなセクハラ発言するのみたいな感じでこっちに見るのやめて。いじめを望んだ？あ、ティシャネコは知らないんだよね。さっきの裁判が終わった後、ハートの嬢様から話を聞いたの。白ウサギがハートの嬢様の弱みを握って頼み事をしていたって話は裁判でしたでしょ？チェシャニコはうなずく。その頼み事がクラスでいじめてほしいってことだったの。だからド M 疑惑が俺の中であったんやけどな。チェシャニコは真剣な表情で考え込んでいる。やっぱりおかしいよね。ありえないよ。自分をいじめてくれたなんてありえなくはないよな。そういう性癖の人はおるけんさ。そういう性癖の人はおるけんな。ハートのお嬢様を疑うべきなのかな。でも、もう嘘をついてる様子はなかったし、もう判決、もうバレてしまったけんさ、嘘を突き通せんような状態になっております。そう言われると、納得がいくのも確かなの。妹子先生も、眠りネズミも、チェシャネコだって。ハートの嬢様がいじめをするような人とは思えなかったって言ってたでしょ。私もハートの嬢様と実際に接してそう思ったの。ハートの嬢様、結局、いじめるような立場じゃないしさ、結構、自分の思ったことはズバズバ言うけんな。もちろん、怒り防止は権利は言ったように、外面がいい人なんていくらでもいるけど、双子の言っていたいじめの内容、あの中に暴力ってなかったよね。肉体的ないじめより精神的ないじめの方が一般的に多いと思う。そうやな。体の傷よりも心の傷の方が癒えにくいっていう話はよくある。それは私もそう思うけど、血つむが合うと思わない？弱みを握られていた人が弱みを握っている人にいじめなんてできないでしょ？白ウサギのメールの無理を言ってごめんなさいの一言も、無理にいじめなんて役を頼んでごめんなさいって説明が続くし、うん。チェシャネコはまた考え黙り込んでしまった。考えれば考えるほどハートの嬢様の言うことは嘘ではなかったと思う。だからなんで白ウサギはいじめを望んで、そして自殺をしたのか。前提がひっくり返るでしょ。自殺はいじめが原因だと思ってたのに、いじめがそもそも白ウサギの望んだことだったのなら、自殺の理由にならないんだもの。ほう。なるほど。だからコメントでもあるように、本当に自殺なのかっていう話になるんか。では、自殺の本当の理由は？あくまでちょっとここでは自殺っていう話になってきている。めっちゃ点々点並べてくるやん。めっちゃ考えてる。めっちゃ考えてるよ。アルちゃん今、ちょっと脳内のさ、コンピューターフルに稼働してるよ。マジで、最終章まで今日やった方がいいん。あー、マジか。ダメ。さっぱり思いつかない。じゃあ、そう言うんだったら最終章までやろうかな。まあ、時間にもよるけど。さすがにここまで来ると、もう白ウサギ本人しかわからないかもしれない。しかし、それを聞くことはかなわない。死んじゃったもんね。って、ちょっと待って！どうした、アリスちゃん。トイレ行きたいのか？チェシャネコ、白ウサギはほとんど自殺で決まりだよね。私はそう思ってる。自殺って、遺書があるイメージだけど、遺書って見つかってないの？わ、確かに！自殺って遺書があるのがお決まりやん。お決まりなのに、今回じ、やばい。自殺と遺書混ざって辞書ってなってしまいそうだった。見つかっていない。
見つかっていたら最初の裁判でハートのジョーが真っ先に被告になることもなかった。そうか、そうやな。ってことは自殺に見せかけた他殺っていう、これもよくありがちなパターンになってくるかもしれない。そうだよね。遺書の必要ない自殺だったのだろうか。いや、もしかしたら白崎、もしかしたら天涯孤独で遺書を授ける相手がいなかったのかもしれない。何の未練もなかったのだろうか。友達の私に何も言い残すことはなかったのだろうか。アリスちゃん、もしかしたら友達だと思われてなかったのかもしれないよ。でも私は遺書はあると思う。お？それはなぜ？ダイイングメッセージ的な感じ。ダイイングメッセージみたいな回りくどい遺書を残してたら、もしかして。公されてないのにね。え？公表されていないか、もしくは隠されてしまったか。でも、どこかにあると私は思っている。それはなぜ？どうして？白ウサギには明確な意思があったから。ジェシャネコははっきりと答えた。私はそれに動揺した。マジか。何か思い当たる節でもあるのか。なんでそんなことをジェシャネコが知ってるの？ジェシャネコと白ウサギは知り合いでも何でもなかったんじゃないの？1年でも2年でもクラスは違ったし、友達という間柄でもなかった。でも私は、白ウサギがいじめられ出す前、白ウサギと話をした。話？そんなの初耳だ。何を話したの？それはアリスには言えない。なんだお前。ただアリスには言えないって時にさ、左上向くのやめてもらえませんか。なんか嫌な感じ、嫌な感じですよこっち。ちょっとのけものにするのをやめて。なんでここでもまた言えないなの？私は何も覚えてないのに。チェシャ猫は全部わかっているみたいに。チェシャ猫は一体何を知っているの？私はアリスに話せない。どうして？ねえ、だって喋れるんでしょ？なんでずっとマスクしてるの？あ、それは自分のことがかっこいいと思ってるからだよ。マスクしてるのがかっこいいと思ってるからだよ。めっちゃ悲しそうな顔してる。もういいよ。私、あとは自分で調べるから。自社猫に信頼されたかった。私がチシャネコに寄せる信頼を同じように返されたかった。でもチシャネコは何も話してくれない。どうしようもない気持ちで胸がいっぱいになって、私は教室を飛び出した。グッバイビー。あー、出てきた、出てきた、お前出てきた。私が廊下に出ると、そこには三月ウサギが立っていた。あ、このシチュエーションだったら、どっちかって言ったら、三月ウサギから見てアリスちゃんが出てきたっていう展開やな。どっちでもいいわ。一人？え、お前何だ？一人なの？ポンチだね、かわいそうだね、うひひみたいなことを言うんじゃないだろうな、お前。猫さんは？今はちょっと。自社猫と一緒にいたくない気分なの。そっけそっけ。お前なんか嬉しそうやな。とても嬉しそうに三月ウサギは笑った。嬉しそうに言っちゃった。こいつこいつ。お前その頭に生えてるつくしんぼを思いっきり引っ張ろうか、お前。ねえ、猫さんいないなら一緒に遊ぶ。遊ぶって、そんな気分でもない。じゃあお話しする？この前のお話の続きはどう？この前どんなお話したっけ？知らない。何のこと？そんなアリスが聞きたいって言ったのに。ねえ、あなたは誰なの？三月ウサギだよ。ちゃんと自己紹介したでしょ？もう忘れちゃったの？いや、お前のやつ、お前みたいな、いや、インパクトのあるやつ、誰か忘れるか、お前。違う。ねえ、教えて。本当は誰なの？いや、これ、前回の最後の方を見たらわかるけどさ、
もしかしてさ、白ウサギと同一人物なんじゃないかなって思ってしまうよな。それが知りたかったら追いかけっこだよ。なんだお前、ウサギ、え、ウサギを捕まえてごらん、アリス。え、そんなか、そういう感じ、どこいたか、どこいたか待って的な感じ。廊下であったいじめの光景、あれは多分本当にあったんだ。あの時ハートの女王様はどんな気持ちで、今は三月大騒ぎを追いかけないと。はあ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 、お前が行くところを分かっているぞこの野郎。お前の出現率は昇降口が一番多い、だから昇降口に行くぜ。おった、えー、白ウサギ、ええー、なんでこの、えー、白ウサギがおるったって、どういう、え、どういう状況、ああ死んだ人が生き返ったみたいになってる。え、どういうこと、えあ、アリス何してたの、いきなりいなくなっちゃうからびっくりしたよ。こっちがびっくりしたな、お前。お前が出てくることにびっくりしたわ、お前。ウサギって文字が出てきたっけ、やったら三角ウサギおったわ、やったって思っとったら違ったもん。ごめん。勉強合宿のレポート出すの忘れてて。なんだ、なんで今頃、なんで勉強合宿のレポートのこと今頃で出てくるんだ、お前。あれ、めんどくさかったね。ちゃんと合宿に参加してワークを合わせたんだから、レポートまで提出させなくていいのに。そうだよね。なんだこれ、世間話し始めた、こいつら。まあ、でも、いっか。どうせ家に帰ってもつまんないし。ねえ、まだその手袋してるの？だってアリスが去年の5月、誕生日にくれたじゃない。もう4月も終わるよ。寒くないし、外した方がいいんじゃない？これにしてると、お母さんに着てないって言われないし、着けてると安心するの、お母さんに言われてんの。ああ、そのお母さんはお母さんと呼んじゃいけない人なのかもしれないね。どうしたの？アリス。うん、何でもない。帰ろうか。そして白ウサギは歩いて行ってしまった。今の何だった？今の何だった？今の何だった？なんかよくわからん過去の回想見せられたんやけど。今のいる？何のためのやつだか全然わからん。いる？誰もいない。昇降口だ。あれ？私はこの時に間違いに気づいていた。そして、取り返しのつかない間違いを犯してしまうんだ。は？何を言ってるんだ、君は。頭がおかしくなったのか、とうとう。しゃべっても何もないだろ、さすがに。なんか視聴者さんからコメントで図書室っていうだったはずみたいな感じのことを言っていた。じゃあ図書室最後にしますってなってしまうよ。それでもいいのか。わかった、図書室は。あー、あー、マスク外してるやんお前。図書室へ移動するとチェシャ猫が待てよ。この真っ赤に染まるさ、枠で包まれとるってことはこれも回想か。マスクはしていない。チェシャリコはアリスを見るとニコッと笑った。ああ。別に、ブサイクじゃなかったんや。マスクつけておくことはもしかしたらブサイクを隠すタイプとかそういうんかなと思っとったけど、普通に可愛いやん。今日から同じ図書当番の猫塚千秋。そんな名字のやつおるか、お前。猫塚ってお前、そんな名字のやつおるかだ。でも千秋って名前は可愛い。うん、こちらこそよろしくね。私は神崎アリス。こうして私たちは挨拶を交わした。今年から一緒に図書委員をすることになった。めっちゃだるいのであった。
二人で委員の仕事の内容を確認していると、上級生が騒がしくて、騒々しくて、図書室で遊びすぎ、遊び騒がし始めた。図書室では静かにしてください。猫塚さん、先輩に向かってはっきり注意できるってすごいね。え？うん。私、悪いと思ったことは許せなくて、ついに口に出ちゃう。え？うわ、うわ、うわ、噛むな、今日。なんか今日噛むな。つい口に出ちゃうの。あ？もしかして、だからこそ、口を塞ぐって意味でもマスクをつけて出た、書いてる。よう噛むな、今日。なんか、ろれつが回らな、今日。あ、いつものことか。そう言って、チェチャ猫は難しい顔をして、うなずいた。ちゃうな、今、うなずいただったっけ今。なんで？いいことじゃないの？もちろん悪いことだとは思ってない。でも、やっぱりこういう生活じゃないもん。性格って煙たがられちゃうから。そう言って、チェシャ猫は苦笑した。私はチェシャ猫、噛むな。チェシャ猫はのことをとても好ましいと感じたが、同時になぜかちくりと罪悪感も感じた。で、回想終わり。いないよ。三月うさぎ、いないよ。ここで私は、チェシャ猫と同じ当番になって仲良くなったんだ。はっきりとした性格のチェシャ猫は、今まで私の周りにいないタイプで、一緒にいるととても新鮮で楽しかった。案外さ、性格って真逆の人と友達になったりするよね。教えてあげようか次。いやー、いえ、まだいいや。まあ、大体順番通りに回っていけば大丈夫だろうけん、それは、わざわざ教えてくれんでもいいと思う。なんもないよね。ないか。移動だけやな、多分。よっしゃ、次。廊下出て、昇降口行って、教室行って、たわけやっけ、中庭と体育館前か。さっき体育館前へ行こう。なんだ？扉を開く。普通に入っちゃったな。あーおっと、普通の体育館。なんだこれ。あー、まだ返そうか。研究集会なんてないかと思えたけど。え？学校の生徒が死んだって本当だったの？やだ、怖い。待って、回想でこの死んだことが出てくるの。2年だろ ?3 年が死ぬってんならまだわかるかも。受験あるし。あ、ストレスな。A 組の赤井が犯人じゃないかって言ってる。死んだ人をいじめてたんだって。わ？これ回想、え？アリスの世界での話と同じ展開やん、これ。自殺？盗撮？そんなのまだわかんないよ。私は探偵ではありませんから。でも赤井さん、いないね。警察について行かれたって。え、じゃあやっぱり犯人なの？だからまだ分かんないってとか言うて、お前ら9割9分赤井さんだと思ってるだろ。お前集団でいじめてからエスカレートしてって感じなんかな。ついこの相手もニュースでやってたじゃん。そのニュース私も見た。あれひどかったよね。やだ、思い出したら鳥肌立ってきちゃってブルブル。鳥肌ブルブル。絶対赤井さんが殺したんだって。やめてよ、大きい人だよ。お前らの方が妙って不思議心を感じるわ、お前。そうだよ、証拠だってないんでしょ？だってどう考えたって怪しいじゃん。みんなだってそう思ってるくせに。自殺かもしれないじゃん。遺書は見つかってないって聞いたよ。でもさ、中学室ってもしかしてあの双子が。し、ダメだよ、言ってる。隠したって、双子が隠してみたいな感じになってる。双子が遺書隠したみたいな感じになってる。そんないたずらはしないよみたいなことを言ってほしい。これこそ言ってほしいやつ。そしてざわめきはなくなる。聞こえてたの？ざわめき聞こえてたの？アイスちゃん。だだ、広い体育館に私は一人で立っていた。ああ、ここじゃなかったか。でも体育館初めて入ったな。
普通にザッタ行くかみたいな感じや。事件が起きた後、私も誰もが検事で弁護士で傍聴人で、みんながこの事件の真相を知りたかった。私は何の関わりもないただの傍聴人で会いたかった。ああ、そうね、ちゃんと普通の体育館に戻ってきたっていうのがすごいな。よし、行くぞ。次、まだ行っていない中庭にレッツゴー。わあ、またお前か。中庭へ降りると、マスクをしていないチェシャ猫がいた。マスクをしていないっていちいち強調してくるな。もうそんだけマスクのイメージだったやな、チェシャ猫。てか、猫塚さんだったっけ？猫塚、あれ？猫塚だったっけ？千秋ちゃんね。千秋ちゃんね。猫塚千秋。もう千秋ちゃんで統一してもらおうかなってか。ねえ、アリス。あなたは何も言わないけれど、本当は何があったの？なんかアリスちゃんが何か知っとるみたいになってる。彼女が自殺した原因は、赤井さんとその周りの生徒のいじめだって言われているけど、私はそうとは思えない。アリスは私に何か隠してる。逆の立場になってるね。なんか逆の立場になってるね。あと、猫塚千秋ちゃん。マスクは外しても首輪の、あの、鈴は外さないんだね。それはもう、チャームポイントとして最後の砦なんだね。隠してなんか、彼女が死んでしまってから、アリスは感情ない人形みたい。一体どうしちゃったの？先生からは大事な友人を失ったのがショックで育っていると言われてたけど、嘘。見てたらわかる。そんなんじゃない。言いたいことを言えないでいるんでしょ。ただそうだ、アリスを見たくないんだ。友達の私には話せないこと？実は、お小遣いを半分にされちゃった、なんてことは言えないし。アリスには言わなかったけれど、4月の終わり頃、彼女は私の帰りを待ってた。話したいことがあるって。そこで彼女は私にこう言ったの。アリスを取らないで。って、ほっ。私は彼女からアリスを取ろうなんて考えてない。私は正直に言った。アリスは物じゃないし、出会いと一緒にいるからはアリスが決めることだって。そうだぞ。でも、私のその返事がいけなかったのかもしれないって。それ別に、千秋ちゃん悪いこと言ってないやん。てか、アリスちゃん。アリスちゃん君、三角関係生まれてる。女だけど三角関係生まれてる。レズトライアングルだね。すげえな、アリスちゃん。私のためにアリスのやめてって言える立場なんじゃ。ああ、独占欲強いな、確かに。こうなると。白ウサギ。ねえ、アリス。あなたは事件の起きたあの時。お願い、それ以上。アリスは赤井さんより前に。それ以上、何も言わないで。前に、白ウサギと会っているかもしれない。私は叫んだ。何も聞かないでほしい。私は何も知りない。何も悪くない。それ悪いとか言うことだよ。私は顔を上げると、実写猫にはあのマスクがあった。どこから出したん？いきなり出てきてどこから出したん？アリス、あなたがそう望むなら。そして、チェシャネコの姿が消えた。チェシャネコは、私に歩み寄ろうとしてくれたのに、私は、あの時のことを、どうしても聞きたくなかった。おぉ、てか、ここにもおらんかったんか。すべて自分が言ったこと、が、なんか周り、え？まんま、アリスちゃんが言ったことを言われとるような感じの展開になっとったんじゃ。そうなんだなぁ。そうなんだな、どこに行けばいいんだろう。もう一通り行ってしまったな。教室に戻ろう。花瓶できてる。しかも黒板の文字変わってない、これ。
白ウサギとアリスは真っ暗の穴の中に落ちて行きましたとさ、めでたしめでたし。めでたくねえだろお前。なんだお前、そんなめでた、めでたい、めでたくないやつじゃんお前。代わりに机の上に花瓶が置いてあるのが見える。誰もいない教室なのにひそひそと声が聞こえてきた。ね、やっぱり自殺だったんだって。あがいとそのまま喉痛い。喉痛いわ。ああ普通にだもん。赤いとその周りの奴らのいじめがだったんだろ。みんなそう言ってるからそうなんじゃないかな。やっぱりそうなんだ、怖いよね。違うよ。わしはつぶやいたが返事はなかった。あの変哲もない2年3組の教室だ。何もおかしいところのない正常な教室。本当に？誕生日じゃないリストとか吐い出しとるあたり。誕生日じゃないリストは吐い出しとるだろお前。28日、えらい進んでない？てか何もないの、何もないの。あれ聴覚室前、あれさっきまで行けんかったんじゃんこれ。あ、お前出てきた。とうとうお前出てきた、階層に。聴覚室前には、怒り防止者ケンジがいた。よう、ケンジギエリスくん。怒り防止者ケンジ。本名なんて言うんだ、こいつは。こいつは本名なんて言うんだ。なんでその怒りした名前。僕の名前は、的を張ったケンジだよ。そろそろ覚えてほしいな。あ、お前防止要素ないでないか。全処します。嬉しいな。顔色が悪いがご機嫌いかが。うん、裁判以外でお前に出会ったことが一番ご機嫌斜めになる理由なんですけどね。絶好調です。絶対絶好調じゃないわこれ。絶対絶好調じゃないわこれ。それは何より。さて、君をここに呼んだのは他でもない、呼ばれてる、呼ばれてきた感じになってる。先日学校で亡くなった君のクラスメイト、宇佐はるみのくんのことだ。宇佐はるみって言ったんじゃ。白崎、宇佐はるみって名前だったんじゃ。君は宇佐くんと幼なじみ、幼い頃からの友達、いや親友だったと聞いているよ。宇佐くんが亡くなってしまってとても辛いだろうが、事件解決のために話を聞かせてほしいんだ。私は別に。君は宇佐くんから何か話を聞いていなかったかな。私はド M ですっていうカミングアウトされた気がする。亡くなる前、宇佐くんはどうか気になる発言や行動はしていなかっただろうか。ああ、オナニーをめちゃくちゃしていたということは黙っておこう。いじめられていたという話を聞いたんだが、君に助けを求めていたいとか。もしいじめの原因を知っているのであれば教えてほしい。少しでもいいんだ、何か知っていることがあれば。おい、なんだ、怒り帽子がいきなりさ、全然怒れてない帽子になってしまったような感じでさ、普通に話を聞いてくる。普通に話を聞いてくるよ。いえ、何も知りません。私は何もしていません。何もしてないまでは聞いてないと思うの、俺。何か知らないかって聞かれて、何で私は何もしていませんって。なんかちょっと滑っとんじゃん。口滑らしとんじゃん、お前。なんか。そう、か。君も辛いだろうに質問してしまって悪かった。今じゃなくたっていつでもいい。宇佐くんのことでなくても構わない。もし何かあれば気軽に相談しておくれ。そう、話が終わったら君をこの部屋に通すように言われていたんだ。中で君を待っている人がいるよ。
それで私はこれで。なんか普通に検事じゃん。怒り帽子は普通に検事してる。怒り帽子は検事じゃなくなっとる。普通帽子は検事になったの、お前。どういうこと？お前そんな嫌いじゃなかったろ。おわアリスさん、ちょっと薄々中に誰が待っているのかまだ分かってるんじゃないの。中、ここから行くんか、こういう感じちゃうな。調べる点中入るんか、これ。よっしゃー。中に誰が待っとんだろう。お母さんかな。ここで誰かが私を待ってる。入っていく。こんな感じだったんじゃ、視聴学室。視聴学室の中に足を組み入れると、どんよりとした空気と鉄製のような匂いがした。なんか視聴学室って聞いたらパソコンがあるイメージだけど、一個もないな。西日が強く差し込んで、視聴学室の中は真っ赤だ。二歩三歩と足を進める。そして、あれれ？おかしいぞ。またこのシーンだ。そして、その傍らには三月うさぎ！ああ！まず同一人物になかったんだね、君ら。捕まっちゃった！おめでとう！アリス！あなたの勝ち！あなたは？私だよ！アリスは知っていたんでしょ？何を？この時期のすべてよ！わしは知らない。スペアキーも指紋も手袋も凶器もアリバイも全部警察が調べればすぐに分かってしまうこと。ついでにアリスの性癖が匂いフェチだってこともね。それはない。この事件は迷宮入り事件なんかじゃなかった。この事件は自殺以外の終着点はありえない。そんなお粗末なミステリーなんてありえない。いえ、ありえるです。ありえるんです。アリス、あなたは探偵役なんかはなかった。弁護人でもない。あなたの役はただ一つ、最初からこの精神裁判の被告人。精神裁判ってそういうことだったのか。私はかわいそうだから一緒にいたんでしょ。かわいそうな私に同情する優しい自分が好きだったんでしょ。満たされない承認欲求を私に頼られることで満たしていたんでしょ。私に依存されて優越感に浸っていたんでしょ。大人の救いの手を見ないふりして自分の感情を優先したんでしょ。いや、やめて。それ以上言わないで。嬉しい。そうされるのが私にとって幸せだった。大好きなアリス、いつまでも一緒にいてほしい。だって私たちずっとお友達だよね。略してずっとも、他には何もいらない。私にはアリスさえいてくれれば。いや、やめて。でもアリスは私から離れていこうとする。私よりあの猫の方がいいんだよね。ああ。私はアリスだけでいいのに、アリスは私だけじゃ嫌なんだ。ああ。このままじゃ私の大切な、大好きなアリスがアリスじゃなくなっちまう。私の手の届かない場所は遠ざかってしまう。また私は愛されなくなってしまう。そんなの、いや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 、絶対耐えられない、許せない、悲しい、辛い、怖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 い。よかった、かまんかった。この辺かまんかったのすごいな、俺。もう一回読んでみようか、これ。そんなの、いや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 、絶対耐えられない、許せない、悲しい、辛い、怖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 い。結構スムーズに読めるな。どうしてみんな、私からアリスを取ろうとするの？私が何かわがままを言ったの？私は欲しがらなかった。全部妹にあげた。母さんも父さんもおもちゃも部屋も庭も自分家も全部全部全部。
はあ、あ妹、白うさぎと姉妹だったお前ら。はあ、私が望んだのはアリス敵だったのに、それ前誰かに取られちゃうの。アリスはどうやったらもう一度私を見てくれる。大好きなアリスともう一度昔のように仲良くなるならボロボロになっても構わない。私がボロボロになり、なればアリスは優しいからこっちを見てくれる。だって今までそーっとそーっと言ってくれたなんだもん。そうだ、私が傷つけられればきっとアリスは助けてくれる。もう一度私を見てくれる。え、それが自殺理由な、なんで、やめてよ。私は小さい頃の白兎、うっさはるみだよ。ああ、そういうことだったんじゃ。同一人物でかつ昔の、だいぶ違うなお前。えらい違うな今と。え、何があったお前。成長と幽霊は突然兵に勝ってくれ見た目変わっとんなお前。はるみ、はるみってだけ聞いたらさ、江戸はるみが出てくるんやけど、どうしてくれる、どうしてくれるこれ。アリスの幼馴染。そうだよな、変色してるんだよな。変色してるんだよ。この顔が、このボロボロの服が、ガイガイの細い手足が、アリスの宇佐はるみのイメージ、そうでしょ。そんな風に思ってない。自分の心に嘘はつけないよ。ポケットの中を見てごらん。ビスケットが一つ。や、やだ。嫌だと思ってるのに、私の右手はゆっくりスカートのポケットに向かう。ポケットが二つ。なんだこれ。ぐしゃぐしゃになった一枚の紙と指人形。指人形、おお、グリコのおまけについてそうな感じの指人形。それは私が一番最初に神崎アリスからもらった宝物。ずっと一緒にいようって約束した誓いの証。はるみ、江戸はるみ。そしてその紙は私の心。ぐちゃぐちゃになった紙にはアリスへずっと一緒にと書かれていた。あ、今のアリスちゃんの言葉だった。そこで私は意識を失った。最初にアリスと私を呼ぶチェシャニクの声が聞こえた気がした。被告人前、神崎アリスさんですね。はい。それでは処刑を行います。あなたの罪はすでに暴かれました。あなたはすでに知っているはずです。何を。すべてを。あなたの罪を打ち明けなさい。私は、これが記憶って意味だったんだ。衝撃の結末。よっしゃ、じゃあコメントでさ、この最終章がさ、エンディングだけって聞いたので、このままエンディングまでやっちゃいます。いくぜ、やっちゃえ兄さん。最終章、アリスの罪。もう罪って言っちゃってるからね。もうウサハルミと私は幼馴染だった。私の父と母は学校の教師で、お金には困らない程度の一般家庭に生まれた。私には2歳差の姉がいて、父や母に似てとても優秀だった。好き嫌いをせず、小さい頃から文字の読み書きができて、習い事もしっかりとこなす姉。好き嫌いばかりで、親に反発し、習い事もすぐに飽きてやめてしまう私。
そんな姉と比べられるのが苦痛で、私はいつも猫のダイナと一緒に遊んでいた。ある時、家の近くの公園に行くと、女の子が隅っこで座っていた。近づくと、よれよれの服を着ている。私はしばらく声をかけずに見ていたけれど、その女の子がいつも一人なので声をかけてみた。あ、待てよ、公園。あ、ここだったんじゃ。このシーンだったんじゃ、回想。前に見た回想って。ねえ、何してるの？バカなの？ブランコや滑り台しようよ。バカなの？しない。じゃあ何して遊ぶの？バカなの？お話考える。お話考える？将来脚本家志望か。すげえな。もう将来の夢決まってるのか。バカだよ、言ってごめん。へえ、どんなの？言わない。いや、言ってほしいな。ちょっと教えてほしかったんやけど。どんな話なん？もしかして、ねねちゃん的な、リアルおもろこ的なやつだったりする？お前。巻き込まないでね。どうして？お話しすると、お母さんが怒るから。お母さん怒るの？私は怒らないよ。って言ったやつって大体さ、怒るよね。女の子が喋るウサギを追いかける話。何それ、ヘズロ。ああ、マジマジマジ無理マジ。やめて、ストップストップ、ギブギブギブ。嘘嘘。ねえ、その女の子はどうなるの？絶対嘘じゃない。こんなに笑ったって嘘嘘って言葉よう吐けるな、お前。女の子は、それが、うさはるみと私の出会い。はるみはいつも公園でお話を聞かせてくれた。そのお話は、トランプが喋り、フラミンゴとアナグマでスポーツをして、涙の池を泳ぎ、ネズミがティーポートで眠り、赤ちゃんが豚になってしまうような、ありえないことだらけだったけど、その奇妙さがとても面白かった。これってアリス、え、不思議の国のアリスの話だったっけ。これ内容なん、これ。だとしたらこの子すごいで、不思議の国のアリスの作者ってことになるで。私は家からパイやクッキーを持ち出して、ハルミと一緒に食べた。パイって言ってもおっぱいじゃないよ、変態だ君たち。そんなことを勘違いしちゃダメだぞ。そして、ハルミが作り出す不思議な世界を冒険するのが好きだった。ハルミは自分のことを話したがらなかったけど、言葉の端々から、父親は家に帰ってこないこと、本当の母親は家にいないこと、もう一人の母親から嫌われていること、その母親に汚いと言われていることと、腹違いの弟がいること。うわぁ、一回離婚して再婚したパターンのやつじゃん、これ。だから手袋をしていることを知った。公園で遅くまで遊んでいると、私や他のみんなは、親が迎えに来てくれるが、はるみはいつも一人で帰っていた。いつもお腹を空かせていて、手足も細い。子供心に良くないことだと分かっていたが、それを大人に相談することはなかった。きっとそこからすでに間違っていたんだろう。小学校に上がって交友の幅は広がったけれど、相変わらず私とはるみは一緒にいた。私に逆らわない私を一番に考えて、いつでも私についてくるはるみに、私は幼い優越感を抱いていた。あ、そっからか。そっか、この優越感始まっとったが。はるみから依存されることに、無意識のうちに自分の存在価値を見出していた。両親の期待はすべて姉に。決して私の頭が悪いわけでも、運動が不得意なわけでもなかったが、
優秀すぎる兄の存在が大きかった。その優越感を忘れさせてくれる晴美に私はどれだけ救われた。ね、やばい、ごめんなさい。なんか笑うとこじゃないのに今笑ってもらったんだろう。落ち着こう。選曲して OK。 でも私たちはお互いに依存しすぎた。ある時晴美の家庭の問題に気づいた小学校の教師が私に問いかけた。何か知っていることがあれば話してほしいの。何かないかな。わかります。あれ、これ前にもやった、このセリフでわかりますって言うたわ前にも。あれ劣等感、あれ どこ読み間違えたの俺。まあいいや。あなたはあの子が手袋を外している理由を見たことある？何度もあります。そう、例えば手に変な傷とか赤くなっていたりそういうところはあったかしら？ありませんでした。それならよかった。あの子はあなたに相談した人がいないかな？相談されたことはないです。一緒にいると楽しいからよく遊んでるだけです。もし何かあったら先生に相談します。そう、そうね、ごめんなさいね、いろいろ質問しちゃって。先生、私公園で約束しているからそろそろ行ってもいいですか？あ、これ前にもやったな、本当に。で、アリスちゃんだったよな、これ。ええ、いいですよ。遅くなる前に家に帰るんですよ。はい、先生、さようなら。思い出した、こんな感じで読みよったわ、確かに。救いの手は何度も差し出された。チャンスはそれだけあったはずだ。私は、無意識のうちに、晴美を育児放棄の家庭から救うことより、自分の感情を優先させた。なぜなら、今の心地いい関係を崩されたくなかったから。私にも晴美にも、ほとんど自覚のない、共依存が続いたまま、中学生になった。2年生になり、私は茶猫、猫塚千秋と出会った。私も千秋も、図書委員で本が好きという接点ですぐに打ち解け、仲良くなった。千秋は晴美のように全てを頼ってこない。共通の楽しい話題があり、しっかりとした意見を持っていて、それを行動に移すことができる。小学生の頃より大人になり、自分の自己評価や自身の相方について疑問を持ち始めていた私は、晴美より千秋の方が友人として魅力的になっていた。今までのように共依存するのではなく、千秋のように独立できる人間でありたい。憧れだったんじゃ。それからだ、晴美は徐々におかしな行動をするようになった。それってなんだ？え、それってもしかしたらグー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 とかやり始めたん？まさかな。ホップステップジャンピング的な。晴美がクラスでいじめられて初めて私はかばった。今までずっとそうしてきたら、それが私の役割だったから。でもそのターゲットが私に向かいそうになった時、私は晴美をかばうのをやめた。ああ、よくあるパターンのやつじゃ、いじめで。今の環境や生活が壊れることが心底怖かった。私はいじめられたくない。自分の保身のために、私は晴美を少しずつ遠ざけるようになった。今、忙しいから、千秋と約束したから、また、このね、あ、ここで千秋と約束したっていう理由だったけん、そういう感じ、あんな感じで言おったんじゃ。やっぱあの子の方がいいのみたいな感じだったもんな。あー、これ確かに晴美、江戸晴美、そうね、確かにお前ちょっと傷つくなこれ。5月14日の放課後、事件の日。あ、どうしたのアリス。
そういえば、委員会の仕事終わったら、来てって言われてたんだ。先生に？うん、晴れみに、呼ばれとったんじゃ。宇佐さん、そっか。じゃあ、戸締まりは私手がしておくから、行っていいよ。ありがとう。ほんとちょっと自社に行こう。マスク取ったら可愛いな、お前。今日、委員の仕事があるって言ったのに。じゃあ待ってるなんて。はるみ、どうしたんだろう。そんなに私に一発ギャグ見せたかったのかな。診察かな。いじめのことかな。家庭のことかも。先生に言った方がいいよね。でも、それも怖い。じくじくと胸が苦しくなった。私がどれだけ憧れても、私は、お姉ちゃんや千秋のようには、なれない。でもお姉ちゃんや千秋は私のようにはなれない。ポジティブ。東校舎の聴覚室に来てか。おお、来ちゃったんだ。あ、これ聴覚室の看板のちょっと並べっとる感じ一緒なんじゃ。そのまま晴美はどうしてこんなとこに来いって言ったんだろう。聴覚室の扉は開いていた。聴覚室の中に足を踏み入れると、どんよりとした空気と鉄製の匂いような匂いがした。その表現、聞いたことありますね。西日が強く差し込んで、聴覚室の中は真っ赤だ。二歩三歩と足を進める。そして、目の前には首が真っ赤になった、宇佐晴美が。横たわっていた。へえ、あれ、この反応なんか見たことあるの？死んでる？ハルミが横たわっているすぐ近くの扉、机には紙と指人形が置いてあった。あの時の証。え、衣装、あの指人形は昔私があげた。ハルミはそれをずっと大切に持ってて、私が見せてたからハルミは死んだ。自殺してしまったの？そんな、だってそんなはずは、私はそんなの望んでない。ハルミは私のせいで死んだ。私はハルミを殺した。私はハルミを殺した。私はハルミを殺した。違う、そんなことない。殺した。私はハルミを殺した。私はハルミを殺した。違う、ハルミを殺した。殺した、ハルミ、ハルミ、ハルミを殺した。ハルミに殺される。助けて。死ぬ、死ぬしたくない、死にたくない。あー、私はハルミを殺した。私はハルミを殺した。私はハルミを殺してない。私はハルミを殺した。私はハルミを殺した。私はハルミを殺してない。殺した、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 いじめをやった、したやつが悪いんだ。私は悪くない。殺した、殺した、殺した、殺した。殺した、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 殺した。私は何もしていない。殺した、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 殺した。私が殺した？さて、問題です。藤子 F 不二雄の漫画といえば、コロスケ。いや、とっさに髪と指人形をつかみ、視聴室を飛び出した。わあ、衣装を奪い去った。そういうことが、衣装がなくなったっていうのは、つまり。誰か、誰か、誰か。いやだ、私はやってない。でもそんなの一体誰が信じてくれる？こんなの誰にも言えない。言えるはずがない。私は殺してない。いや、確かに。直接手は下せたいけど、ある意味遠回しに死んだ理由にはなってしまったよな。無我夢中で走った先に千秋がいた。アリス、あー、これもしかしてバレるんか。千秋にはバレるんか、これ。この展開、千秋は全てを話したみたいな感じになるんか。
わしは邪気に飛びつき、ただひたすら謝った。ごめんなさい、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 ふとしくごめんなさい。誰だふとしって、誰だふとしって、お前。その後、先生と赤井さんが晴海を見つけて、パトカーと救急車が来るまで、私は邪気にしがみついていた。うへへへ、邪気、柔らかい、あったかい、うへへへへ。何も信じない周りの人々は不謹慎だと感じながら、この非日常を楽しんでいた。人から人へ伝わる伝言ゲームで、根拠のない憶測ばかりが、まるで真実のように広がっていった。いいえ、やめとこう。多分そろそろ喉が限界やが、この声はやめとこう。いじめがあったからだ。いじめの初犯格。赤い巻が殺した。いじめは苦痛で自殺した。親の育て方が悪かった。担任にうまく気づいてなかったのか。ハートの女王様、赤井さんは学校中から容疑者と言われ、大変な思いをしたと思う。おい、めっちゃ指さされてる。めっちゃ指さされてる。なんかシュールな光景。あと、ハートの女王様は初めて制服姿みたいなね。後ろ姿とはいえ。ちょっと、この制服着た時の顔を見てみたいな。ちょっとこっち向いてくれんかな。結局殺したという証拠は見つからず、無罪が立証され、数日も経たずに放免になった。当然だ。彼女は現場を荒らして事実をねじ曲げてしまったけれど、本来であれば被害者なんだから。そして私も当然親しかった友人として何度も何度も事情聴取がついた。でも私は何も答えることができなかった。私の知っている全てを話すこともできたのに、私はそれをしなかった。詳しい調査の結果、晴美は自殺と断定され、私が本来の第一発見者ということが明るみになった。でも、遺書を隠したことも同様のあまりやってしまった行動として、ほとんど咎められることはなかった。ほうなんじゃ。親友を失ったかわいそうな神崎アリス。周囲からの私の位置づきはそれで落ち着いてしまった。ハリミが自殺したのは私のせいなのに。私は何度だってハリミを助けるチャンスはあったのに。私の優越感のためだけにハリミを苦しませてしまったのは私なのに。私には何の罪もない。神崎さんは悪くない。そう言い聞かせられるほど、そう思い込みを思うとするほど、幼い頃の晴海が私を見つめているような気がして、平気な顔をして晴海が死んだ後も学校で生活している私を責めているような気がして、5月の末に私は倒れてしまった。晴海に関することを全てを忘れたいと願った。そう、私は忘れたと思いました。けれどそれと同じくらい忘れてはダメだと思いました。ちょっと待って、裁判始まってる。本当の精神裁判始まってる。あれあれれれれ、ちょっとアリスちゃん席ぶんどったぞ。暗い、画面が暗になった瞬間にアリスちゃん席ぶんどったぞ、おい。そう言って目の前の赤の王様はベールを取った。え、取ったらこんな感じになるの。ええ、精神裁判は私自身が私自身の罪を裁くための裁判です。そうだったの。はてめみ。被告人前、神崎アリス。はい。あなたの罪はすでに暴かれました。はい。あなたの罪は、あなたが最初に言った通り、何もしなかったこと。何度だって機会はありました。救いの手はあったのだから。そして、本気で晴美と向かい合うべきだった。そうすれば、本当とは違いだ。はい。
神崎アリス、あなたに判決を言い渡します。はい。判決は、ドゥ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 、じゃーん。そんなテンション高いもんじゃないこれ。小槌の音が鳴り響く。そして私は長い眠りから目覚めた。きっともう忘れることはない。逃げることはない。これから全てを打ち明けて、死ぬまで一生この記憶を胸に生きていくんだ。それが私の罪の償いだから。アリス、また誰が出てきた、新しいやつここに来て。あ、お前か。千秋か。背後から声をかけられて振り向くと、そこには友人の猫塚千秋の姿があった。一緒に学校行こう。うん、千秋。わあ、白ウサギ。ウサさんめっちゃ美人。なぜこんな子をほっとからしたんじゃ、お前。なぜこんな子がいじめに遭わなきゃいけんのだ、お前。家庭事情か。そうか。そういう話だったんだな。精神細胞でそういう意味だったんじゃな。自分のことを責めた結果の正解が生まれて、自分に何も思い出せないっていう記憶のあれは、本当に思い出したくない、ちょっと隠したい弱さの部分が操作した感じなんだ。やったぜ、全てが分かった感じ。そしてこれ入学式というね、ここまではまだ仲良くやっとったのにっていう、そういう感じなんだろう。なんだ、おお、最後までプレイしてくれていただきありがとうございます。感想などのレビューをよし、どうぞよろしくお願いします。やーだ、はあ、そういう話だったんだ、深い。あれ、こんなスタート画面だったっけ。やったよ、みんなクリアした。うわ、謎解きすっごい苦手だったけどさ、攻略サイトバンバン見たけどさ、最終的に結構深い話だったんやなって思ったよ。すげえなこれ、OM。あと出てくるキャラクターもそれなりに可愛かったし、はあ、ただ一つ残念だったのがさ、めっちゃおっぱいでかい女の人が出てこなかったからですからね。